いいね。 D1 チャンネルをご視聴ありがとうございます。本日は、釣りに必要なアプリを紹介していきたいと思います。結構いろいろ釣りに関するアプリを入れて、実際どれが使いやすいか、どれが使えるか、いろいろ見てみましたので、最初からご案内いたします。釣りの結び方、これはこちら、いろんな結び方が書いてあります。ラインのノット結びやら針、いろいろな結び方があります。例えばこの辺を押してみましょうか。こうするとブライトノット、電車結び、いろいろ出てますね。二重つなぎ、これは非常に釣りをして間もない頃とかは非常に役立ちます。こちらの例えば電車結びでしたら、56% の強度がありますよと。例えばこれいきましょうか。電車結び押しますと動画を開始、動画を見ながら、教えてくれることもできるし、こう順番にページをこうスライドしていくと分かりやすく絵でこう説明してくれてます。こういうふうにして、結び方を紹介しているアプリになります。次、釣り単位変換、こちらのアプリを紹介いたします。号数、音数、グラム、こちらの下に、重りの例えば30号のグッとしたらここかな、あ、30号の重りだったら、112g ですよと、オンスとかね、そういう風に出てきます。重り、あと次このライン、ラインはこの下へ、まあ係数を B とナイロンの係数を選べますけど、ちょっと私が触って一番下下にしたとか、まあ、係数を一番下にして、例えば BE ですね、 BE が 1.5 号ぐらいしましょうか。 1.5 号、 BE1.5 号だとナイロンは5号ぐらいの太さと同じですよと。あとラインの強度ですね、こちら6.8キロ、 6.8 キロの強度がありますよということです。ですから PE も4本より8本よりいろいろありますし、ナイロンもいろいろありますから一概には言えませんが、参考程度にこれぐらいをお考えいただけたらいいんじゃなかろうかと思います。 PE1.5 とナイロン5号を使うと、まあ、同じ 6.8 キロですから、まあ、根がかりした時とか魚が釣れた時に、まあ、つなぎ目で外れたり切れたりすればあれですけど、ちゃんと結んでたら結束していると B が切れるかもしれないし、ナイロンが切れるかもしれない、まあ、どちらかわからないぐらい同じぐらいの強度がありますよってことなんで、 PE1.5 号を使うと、まあ、ナイロン例えば3号を使っとくとですね、リーダーの部分から必ず弱いですから切れてくれますので、 PE は助かるということになります。まあむしろリーダーの方を6号とか7号とか使うと、もう PE の方から切れるということですね。まあおおよその感じをこれで見ていただけたらと思います。まあ例えばこちらナイロン、ナイロンにナイロン10号ぐらいしましょうか。ナイロン15、ナイロン10号を使うと PE3 号、ラインの強度は13キロ、大物釣るときはまあこれぐらいですね。まあこれぐらいを参考に、これですね、一番最後のこ
ちら一番最後の分は、尺とかメーターとかセンチとかフィート、インチ、まあ、こういったのが分かります。尺、センチ、フィート、まあ1フィート、そうですね、フィートでいきましょうか。まあ船とかで24フィートの船がこう24フィートの船があったら、センチでいきますと731センチですから7メーター30センチぐらいの船ですよということですね。まあ、これもパッと計算してくれますんで非常に役に立つことがあると思います。まあ、皆さんこういった、最初結び方、次釣り単位変換、釣りスポット、これ、まあ、釣れてるスポットを紹介してくれるやつですね。で、潮と天気を見たいときはこれ、まあ、釣りクイズ、釣りクイズはね暇つぶしに釣れないときとかね、移動中とか暇なときにこれをピッと、まずめとは何、元気が悪くなって薄くなったとき、夕方夕方小魚の娘の大きな魚が言ってると、これはもう皆さんお分かりですね。ピンコーンと正解するとピンポーンと言ってくれます。まあ、こういった暇つぶしアプリ、あとバクズリメジャー、釣れた時にあーメジャー持って行ってないなーっていう時はこれでカメラの携帯のカメラ機能を使って何センチか簡易的ですけど分かるアプリ、 あとこのフィッシュとか、あとどこに行ったかな、教えて魚とか、あとこちらの魚ミッケ、こういうのはですね釣れた魚、うわ知らん魚が釣れたわっていう時に携帯でパシャッと撮るとアプリで何の魚か教えてくれるということですね。まあ、例えばこれとかでしたら、背中、頭をこの枠の中に入れて写真を撮ると何の魚かを教えてくれると、そういったもの、まあ、これなんていうのかな、これこちらのアプリは、瀬戸内海のこういったとこで船がいますよっていう、すごいこの辺赤い点々点々とあるの船が、まあ、止まってるのかな、いっぱいここで釣りをされてるのか、まあどうなんだろうな、まあいっぱい船いますねこの辺、九州と山口のこの境、これ狭いですからね、もう船ぎゅうぎゅうですね。まあこういう風に船の運航状況、船の場所が分かると。船の名前も相模とかね、大分、愛媛、なんとか丸とか英語で書いてたり、まあ、友達とか知人と船を乗って別々に行動するなら、まあ、こういったので知り合いがどこへ行ってるとかいうのが分かりますよね。まあ非常に、まあ、これも私は使うことがあまりないかもしれませんけどちょっと面白いなと思いました。まあ、こういったいろんな面白いアプリがありますので皆さん面白そうだなと思いましたら入れてみてください。まああとこの辺ですね、魚探アプリですね。これは魚探の付属品を、このソナーボールというものを買わないといけませんが、これを買ってこのアプリを入れると分かると、魚探になるというアプリです。それじゃあさよなら。